中国北西部、新疆ウイグル自治区。深く積もった雪に溝ができていき、ずんずん先へ進んでいきます。溝の先端をよく見ると、雪の中からオンが頭を出しました。先頭がラッセル車のように掘り進めた後から、一列になった群れが続いているのです。 雪の道は所々トンネルになっています。普段から集団で行動する狼。この映像からそれぞれの役割が見て取れます。先頭は力あふれる若い狼。中間にいるのは群れの未来を担う幼い狼たち。そして一番後ろにいるのは年を重ねたリーダーです。 ドローンをしきりに睨んだり、吠えて威嚇する様子も。厳しい自然の中で狼たちは集団で生き抜く術を伝えています。